ダビー馬のオーナーになるのは一国の宰相になるより難しいと言われます。いよいよダービーのスタートです。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのはブリューネグリーン、そしてその外に17番グラウレーでパクソクマニカが上がってまいりました。第1コーナーに向かいます。18頭、それからオービスケッツ、そして外からは4番トップナイフ、12番ダスティエーラ、ベラジオオペラがそのうちにいます。第1コーナー左にカーブを取って、第2コーナーその外にクリームファクシー、シーズンリッチ、それからもう1頭スキルビング、そしてその後ろから14番ファントムシーフ、湘南バシット、ほとんど馬体が合っています。8番メタルスピード、それからもう1頭サトノグランツ、15番ノッキングポイント、内を通ってハーツコンチェルト、そしてその後ろから10番シャザーン、後方から行きますソウルオリエンス、この多頭数をさばけるか。前でありますが、前順位が入れ替わっておりまして、先頭はパクスオトマニカであります。その後ろ3馬身くらいあって、17番ドゥライレーでグリューネグリーン、下がって3番手、そしてそのうちにフォービスケッツ、トップナイフがその後ろ、その外からは12番タスティエーラ、内を通りましてベラジオオペラ、外から1頭7番クリームファクシー、シーズンリッチ。さあ東京競馬場は大歓声であります。ピンクの帽子パクスオトマニカが先頭、パクスオトマニカ先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。一番内パクスオトマニカが頑張っている、足色がいい。5番ソウルオリエンス、怖い馬が来た。5番ソウルオリエンスだ、一気に抜けた。ソウルオリエンス突き放すか。3番手に湘南バシット、ファントムシーフ懸命に追う。先頭横山とソウルオリエンス、湘南バシットが2番手、先頭横山とソウルオリエンス、ソウルオリエンス1着。ダービー勝ったのは5番ソウルオリエンスだ。勢いがありますね。1着5番、2着6番、3着14番以上のように確定しました。